共同体主義とは20世紀後半のアメリカを中心に発展してきた共同体の価値を重んじる政治思想。コミュニタリアニズムとの表記も一般的である。なお、これに立脚している論者をコミュニタリアンという。共同体主義は現代の政治思想の見取り図においてジョン・ドールズらが提唱する自由主義に対抗する思想の一つであるが自由主義を 根本,本から否定するものではない。共同体の価値を重んじるとは言っても、個人を共同体に霊属させ共同体のために、個人の自由や権利を犠牲にしても全く構わないというような全体主義、国家主義の主張ではなく、具体的な理想生態のレベルでは自由民主主義の枠をはみ出るラディカルなものを奨励することはない。むしろ、共同体主義が自由主義に批判的であるのは、 より根源的な存在論レベルにおいてであり、政策レベルでは自由民主性に止まりつつも、自由主義とは異なる側面の重要性を尊重する、ものを提唱する。イギリスの社会学者、ジェラード・デランティの整理によれば、共同体主義には、自由主義的共同体主義、ラディカル多元主義、公民的共和主義、統治的共同体主義の4潮流があるという。ありがとうございます。